高速大神宮天神、教本朝高速大神宮天神教とは、昭和前期に強生を誇った、御嶽教系の流れを組む、宗教団体である。単に、天神教と略称されることもある。竹内小丸が祖父より譲り受けた、世界の歴史や、太古の天皇家を記した、古文献や、神聖な人儀とされる神宝の正当な認知や、 高速大神宮の国家による日本国の再興を求め、1900年に茨城県において御嶽教テント教会を開く。1911年に本殿や拝殿を新築し、徐々に活動の範囲を広げ、1929年には茨城県、福島県、東京、千葉県などで信者を1万数千人を要するまでになる。しかし、 1929年詐欺事件で検挙された明道会、岸和田の著作中に竹内文書の一部が掲載されていたことや、教団から竹内文書や教団の信仰を認知するよく内省に働きかけがあったこと。さらに、1930年に前出の岸和田の関連で、警視庁が詐欺罪容疑で竹内虚味がくを取り調べるも不起訴。 1932年、内務省特攻警察が、竹内巨馬を降因、不敬の言動により、同年6月、喫下門省類事付の使用禁止、新法廃管禁止の処分をし、神社の鳥居を撤去を余儀なくされた。その後、御竹鏡を離れ、合志会社天神鏡広塚社長を設立するなどして、活動を続けるも、1936年2月13日、朝、 茨城県多賀郡磯原町にて、竹内小丸らが、不敬罪、文書偽造行使罪、詐欺罪容疑で逮捕された。主な逮捕理由として、世界天皇士官とも言うような神話と、異質な人代し高等府を解き、その信奉をもって、神聖の三種の神義と称するなど、神宮や高等の尊厳を損なう不敬な思想が含まれていること、その思想が、国体名調や、 現状打破を主張する国家主義者や国粋主義者、軍人の関心を引きつけたというものであった。1937年12月11日、逮捕者15名中、竹内小丸のみが不経済で起訴。1942年3月16日、一新不経済有罪判決、上告。1944年12月12日、大審院無罪判決、決心。 判決では、この問題は裁判所の権限を超えた宗教問題である、あるいは単なる証拠不十分であるとして無罪が宣告されるに至る。教団としては、決して大規模ではなかったが、その信仰や文献を見学、調査に訪れた学者や軍人は、かなりの数に上り、当時その思想的影響力は無視できないものがあった。天津教裁生記事には、 当時の教団の説明によると、荒木貞夫、有馬義吉、一条、三根高、河村武二、下中や三郎、塩野末彦、東山光などの有力軍人、政治家の信奉者がいたと伝えられている。終戦後、1946年、宗教法人令により、宗教法人大日教に改め、1949年転身拠と再開明するが、 1950年に今度は、超国家主義的思想を有する団体として、GHQ から解散を命じられる。1952年に、宗教法人法による、宗教法人拘束法を三上宮天神教として、再発足。1965年、教団創設者であり、艦長、竹内小丸が逝去し、子息の竹内義宮、孫の竹内康弘が、 館長の座を引き継ぎ、現在に至っている。ありがとうございます。